らっしゃいませ。あらまあ、こんばんは。あれ、お二人はお知り合いですか？はい、お知り合いで、知り合いとかも仲良くて。あ、そうなんですね。いや、2度目のご来店ありがとうございます。はい、この間ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、あのね、ご存知でしょう、はいはい、持山翔子さんです。持山です、お久しぶりで。はい、そうですね、お知り合いですもんね。お二人はどういうつながりですか？どういうきっかけで？もともと、なんか鍵盤の人が集まった飲み会があって、はいはい、そこで会って、こういろいろお互い好きなアーティストがいて、はいはいはい、それで盛り上がって。なるほど。確かその時にこの、ね、スペシャルアザーズですごい使ってるんだって鍵盤、何か使ってるんだって話してて、私も使ってるっていう話して、う、うん、盛り上がった。その時これの話で盛り上がったんじゃないんだっけ。そうそう、むちゃくちゃこの話した気がする。そうそうそう、その話の時言いたかったな。なんか木製のやつが、ね、うん、出たんだとか出るんだかって話をしてて、そうで、まだ見たことなくて、はいはい、これは一体、うん、これです、うん、木だからどうなんだろうって話で。そうですよね。なんか僕もすごい出るまで気になってたんですけど、さっきもちょっと音の話になりましたけど、うん、なんかマイクで拾ってもすごいまたちょっとキャラクターの変わった感じの音になるっていうイメージが、ね、マイク通すと、ね、またねちょっと変わるんで。なるほどね。すごい、そうなんですね。え、お二人で一緒に演奏されたりとかないんですか？ないね。ない。けどいつかじゃあ。あ、いや、怖い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 。いやいやいや、でもなんかすごく普段私がやってる音楽がどっちかっていうと、あのちょっとクラシカルだったり、うん、まあ、アコースティックだったりっていうところで、でもヒューマくんたちがやってる音楽がすごくこうエレクトリックなものも取り入れてたり、だからちょっとあの一見違う音楽やってるんだけど、その中でこういう共通点があるから、なんかすごく、なんだろう、全然違う音楽やってるっていう感じは全然しないんだけど、すごく憧れが、うん、お互いなんかね、こう持ってないものをすごい持ってるというか、まあ、特に俺が持ってないものを翔子ちゃん持ってて、うん、それがすごい演奏かっこいいし、で初めて、ね、見せていただいたんですけど、はいはい、そう、初めて見た時も、うん、こう、こう本人はクラシカルって言ってるけど、なんかその中に俺はすごいポップな感じを感じて、うん、ポップなんだけど、うん、なんかこうその上品なとこもあって、うん、なんかそこがすごいかっこいいな、うん、普通の鍵盤弾く人とちょっと一味違うところがあるので、はいはい、だからリスペクトしてる、はい、そんな私褒めてもらうために来たときになってますけど、ちょっとずるいよね、こんなさ、はい、こんなかっこいい演奏する人がさ、綺麗ってちょっと嫌だよね。僕初めからずっと思ってたんですよ。なんかそれは本当に天は荷物を与えたなと思ってるんですよね。多分今入ってきたところから俺らの話聞いてる人一人もいないと思います。いいです、ずっとこうやってもう翔子ちゃん見てて、ほら途中に、ね、割り込んできちゃったから、まあ、いやいや、よかったら二人の話聞きたい、うん、まあ、けどあの一通り、うん、あのゲンハモトークで盛り上がったので、はい、ね、マスターの演奏もね聞いてみたい、ね、確かにみんなそろそろね、マスターのことがどんどん気になって、いやいや、マスターはマスターなんだ。、はい、けどなんかいつかなんかこういう風に、あの前回ご来店されていただきましたし、あの今回初来店していただいたので、なんかその他にもあのご来店いただいた方と集まって、なんかその演奏とかも交えた、ね、その会を開催できたら面白いなと勝手に思ってるんですけど、その時はあの僕もちゃんと演奏しますので、はいはいはい。やっとね。別にね、だって正直言ったらこいつだけを持ち寄って、ね、演奏したってね、そうだってできるでしょ。できますね、確かに。なんか曲だけ決めといてっていうのもいいですし、もうフリーでセッションするのもね。ね、例えばね、あのこれなんか、あ、見たことある。あ、これね、ベースね、ベースなんですよ。みたいな感じで、ちょっとね練習が必要なんですけど、
もうこれもラインで繋げたり、あ、すごい、だから見た目がやっぱりかっこいい、はい、じゃあ僕これ練習するんで、僕ベースやって、はい、ベースベースラインやベースやってもらって、はい、じゃあ上物やってもらって、あ、うわ、なんかこう監督です、いや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 、こうやってくださいね、中域をじゃあ、はい、っていう風にちょっとできたり、面白そう、ちょっとやってみます、せっかくなら、今映ってたんで、やってみちゃう、じゃあ、あの今のワンスケールでいけるよ、はい、もんで、適当に、適当に、適当に、はい、適当で、じゃあ僕、うん、ベースライン間違いないの頑張ります、はい、いやいや、なんか楽しいですね。ね、的なことが、ね、できる。こいつがいるとやっぱ。ね、やっぱり、音域別であるっていうのが。なんかあの、本当に最近、その僕の周りでも、お二人の場はもちろんですけど、僕の周りでも、そのバンドのキーボーディストとか、あの、別にバンドとかやってなくても、その鍵盤をやってるとか、で、鍵盤をやってなくてもっていう方でも、その鍵ハモで演奏される方が、すごい周りに増えてきたなっていう。確かに。で、そのやっぱりなんかちょっとまあ流行りって言ったらねちょっとあれですけど、ちょっと流れが来てるのかなっていうその感想があるんですけど、まあ、そういう人たちとどんどんつながっていって、でこのバーに来ていただいて、でそのさっき言ってたみたいにここにある全ての人ですから、ね、全員でね10人20人とかでなんか一緒に演奏できたらそれはそれでちょっと面白いかなと思う。ね、もともとフリースタイルラップですか、最近流行ってるのって、はい、公園とかで何も持たずにこうただ集まって電気もないところでみんなでできるから、でもこれだって同じで、そうですね、これ一台みんなが持ち寄って今みたいなことして遊べばね、最高っすね、そうセッションして遊べば、キーボーディストの悩みの一つはやっぱりその気軽にその辺で弾けないっていうのが、電気がないととか、あともうね、物理的にこう持ち運びとか重たいですもんね、キーボード本当にね、うん、もうこんな手で持ってこの辺で演奏できる、俺らはもともとその運ぶ手間とかが嫌で、あとストリートで演奏をパッとしたいなっていう発想からアコースティック始めて、だから俺もグロッケンとこいつだけ使って、要は電気がなくてもできるという、そう2段セットでやってて、じゃ あのこのバーじゃなくても、あの皆さんがあの昼間しか時間揃わないとかになったら、じゃあもう昼間そのあたりの公園で、ね、公園とかでやったりしたり、はい、ちょっとそういう機会をあの私作りますので、その際よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよければご都合合いましたらご来店ください。ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。